今回はパズドラとモンストのインフレの違いについて話していきたいと思います。前提として僕はパズドラ歴約11年、モンスト歴約半年と経験に大きな差がありますので、必ずしもフラットな見え方ができる立場ではないということを先にご了承ください。まずマシュマロ一件紹介します。朝日さん、いつも楽しく動画を見させてもらってます。私は無課金でパズドラ歴5年のプレイヤーです。私がパズドラが衰退した理由は、ギミックはスキルで対策できてしまい、キャラクターの性能の多様化が難しくなってしまったからだと思いました。だからダンジョンごとに火力覚醒の倍率の補正を変えることで、現状の高難易度のような理不尽のマックスみたいなダンジョンにすることなく遊びやすいゲームになるのではないかと思いました。読みにくい文章ですいませんでした。このマシュマロね、内容はシンプルなんですけども、個人的に結構いろいろ考えさせられましたね。というのも、パズドラってキャラ数はめちゃくちゃ膨大なんですけれども、現状の環境だと性能の多様化が非常に難しくなっていて、ダンジョン攻略において必要な要素っていうのがもうほぼほぼ決まりきっちゃってるんですね。リーダースキルを安定して発動するための変換スキル、まあ、これは2体にしろ3体にしろループすることが前提です。で、ダメージ吸収、属性吸収、無効で血内覚醒、無効回復で、あとは無効貫通、まあ、このあたりが必須と言っていいでしょう。で、その決められた必須要素の中から、さらに火力であったりとか、まあ、スキルターンの短さであったりとか、エンハンスの倍率といったものによってキャラの優劣っていうのが決まっていくんですね。つまり、ある程度決められた路線の中から最終的には数字っていうものが大きなウェイトを占めるようにはなってきます。で、今回のマシュマロではその火力覚醒っていう部分に焦点を当てていますけども、まあ、これ覚醒に関しても同じ感じで、まあ、よく言われるのは、まあ、10コンが7コンの上位互換ってされていることとかですね。もともと10コンはロマン覚醒だった代わりに5倍っていうね、高倍率をもらっていたんですけれども、まあ、インフレの過程で10コンボを超えるのが当たり前になった環境だと、まあ、7コンと10コンの間に発動条件の差って実質ないに等しいわけですね。まあ、他にも HP50 倍以上強化とか、まあ、50倍以下強化とかで、あとは多色覚醒とかね、発動条件があるのに倍率で負けてる覚醒っていうのが相対的にどんどん弱くなっていって、でそういったものが後から情報修正されていったわけですよ。まあ、無効貫通とか回復正方形とかもそうですよね。一応役割はあるんだけれども、まあ、回復効率っていうのが結局10コンとかに比べて悪いからっていう理由で倍率の情報修正っていうのが行われてきました。まあ、要するに覚醒にしろ、あとはキャラの能力自体にしろ、相対的に弱いとされる部分っていうのを上に合わせて強化してきたっていう歴史がパズドラにはあるんですね。こういった下を上に合わせる調整っていうのは確かに大事だし、プレイヤーにとってはいいことだっていうふうに、まあ僕自身もそうですね、半年ぐらい前までは結構考えていたんですけども、最近その考えがね、やっぱちょっと変わってきてて、パズドラがものすごいインフレの早いゲームって言われている要因が、実はその後から行われる情報修正にあるんじゃないかっていうふうに思い始めてきているんですね。はい。で、ここからモンストの話なんですけれども、モンストはパズドラに比べてインフレが遅いと言われています。まあ、インフレしていないわけじゃないんですよ。インフレはしてるんだけれども、少なくともパズドラに比べると遅いとか、まあ、もしくは気にならないっていうふうに言われています。でその理由っていうのはいろいろあると思いますが、特に大きな理由の一つに、クエスト内のギミックとアビリティによる差別化っていうものがあります。モンストは例えば地雷に対してマインスイーパー、ダメージウォールに対してアンチダメージウォールといったように、ギミックに対するアビリティを持ったモンスターを連れていくことが基本になります。逆に言えば、どんなに数値上のステータスが高いとしても、そのギミックに対抗するアビリティを持たないモンスターは、まあ、一部例外を除きますけれども、基本的には選択肢に上がらないっていうシステムなので、能力評価の際に必ずしも数字に依存した評価が下されない。つまり数字よりも役割による評価基準が優先されているんですね。そうするとキャラの能力っていうのが、誰をどこで活躍させるかっていう、まあ言ってしまえばパズルのピースを当てはめるような感覚で決めることができるので、縦のインフレに頼る必要っていうのがなく、噛み合うクエストさえ用意されていれば、純粋な能力値で劣っていたとしても決して弱いとは言われない。その限定じゃない、まあ、工場ガチャとか、あとは降臨キャラも含めて、ちゃんと使い道があるキャラとして正当な評価を受けやすいんですね。
で、他にも友情コンボと直殴りのダメージバランスを調整したりとか、なんだろう、属性効果アップとか、そういったクエストルールで、あとステージギミックなんかもうまく使って、同じキャラばかりに偏らないように、できるだけ多くのキャラを活躍させるための横の広がりっていうのを強く意識していることが見受けられます。よって多くのキャラが評価される土台っていうのがしっかりと出来上がっているゲームと言えますね。でそれに対してパズドラは数値による縦のインフレが激しく横の広がりは希薄と言われています。これはパズドラがその一つのダンジョンについて対応すべきギミックっていうのが何十個もあって、まあ、細かいものも含めると20個30個に及ぶ場合もあって、でその中には対応できなければ促進につながるものも多く含まれます。モンストもアビリティの合わないキャラを採用してしまうと即死することっていうのはあるんですが、それは即死につながるギミックに対応していないキャラを使うという選択肢がそもそもないので、それが問題視されることはないです。パズドラはあらゆるギミックに細かく対応していく必要がある。まあ、言い換えれば全対応に限りなく近い対応っていうのを意識しなければならないので、結果的に差別化っていう概念が希薄になってしまうっていう、ここが大きな違いになってきますね。でその結果どこでキャラ差がつくのかっていうと、やはり最終的には数字になっていきがちです。全対応に限りなく近いパーティーを目指した上で、より高火力、より高耐久なキャラっていうのが評価されていきます。それら数字が大きいキャラが魅力あるキャラとされる、むしろ数字で劣るキャラっていうのは別の何らかのキャラの介護感となってしまうことになってしまうので、こういった傾向が強いゲーム性であることからキャラの寿命が短くなってしまいがちなんですよね。でそれをカバーするためのバランス調整っていうのが必要になってくるんですけれども、こういった直線的な環境におけるパズドラのバランス調整っていうのは必然的に下を上に近づけるような形の調整になっていきます。でこれはさっきも言ったようにもちろん大事なことではあるんですが、じゃあこれ例えば、既存のキャラが今の環境最前線を超えるような強化っていうのをしてしまうと、直近のガチャの売り上げに大きく影響してしまう恐れがあるので、やりづらいところではあるんですよね。まあ実際パズドラ運営はそういったことは滅多にしません。つまりその調整の仕方っていうのも煮詰まってくれば必然とね、どこかで数字の上限自体を上げざるを得なくなっていきます。でその中でさらに企業として短期間のスパンで売り上げを求められていくっていう風になれば、当然インフレは早まることになりますよね。まあそういう循環の状態に今のパズドラはなっていると言えると思います。なのでパズドラはこれからはもっと横の広がりっていうのを意識したゲーム性を追求していかないといけないんですが、パズドラも別に今まで何もしてこなかったわけではないんですよね。例えば裏神秘にあったようなタイプ強化とか、あとはレアリティ強化、これを表と裏で差別化してパーティーの組み方次第では裏の方が勝ちやすくなるよねみたいなね、まあ、こういった環境を僕結構好きだったっていう話をよくするんですけれども、まあ、これが現環境で言うと引用の過去とかに当たるのかなっていうふうに思いますね。ただし現状それによって影響するのはステータスだけなので、ゲーム性そのものに影響するような要素ではないんですよ。だからいくらタイプとか覚醒で差をつけるとしても、その中でさらに優劣が決まっていくことになります。まあそれはモンストもね、ある意味同じではあるんですが、まあここでさっきの覚醒ごとに補正をかけるのはどうかっていう、そのマシュマロの方のね、着想っていうのが生きてくると思うんですよね。そもそもこのインフレの問題っていうのは、パズドラ本編のダンジョン攻略における問題で、ランダンとか4ガチ等では消し方ボーナスに倍率がかかるっていう仕様がすでにあるので、そこで差別化しようっていう発想自体は運営はすでにしてるわけですよ。だからそれを本編のダンジョン攻略にどう取り入れるかっていうことなんですよね。だけどそこでじゃあ簡単に倍率だけ上げましょうっていう風になっちゃうと結局同じになってしまうので、それは極力避けるべきかなっていう風に思うんですよ。なので、まあ僕の考えた一例なんですけれども、じゃあ例えば、このダンジョンに限っては T 字を組むと一ターン 15% の泥強目覚めが発動するとか、バインド回復を組むと一ターン 20% 軽減が発動するとか、あとなんだろう、体力タイプのキャラで水の十字消しを決めるとそのターンのみ敵の属性が火になるとかね。あと覚醒だけじゃなくてスキルに追加効果があるとかもいいかもしれないですね。じゃあ、神タイプのキャラのスキル使用時に敵の防御力が 50% 下がるとかどうですかね。まあくまでこれはダンジョン側のルールとしてパーティーの組み方とかパズルの仕方の差別化につながる落とし込み方をするっていうことですね。
で、既存のキャラの強化も、現環境最強キャラと役割を食い合うような、そういう下を上に合わせる強化じゃなくて、そのダンジョンに特化した強化内容で出していけば、じゃあこいつはここで活躍できるよねとか、あいつはあそこで刺さるよねっていう感じで、環境トップじゃないキャラでも限定的かつ明確に活躍しいる環境に近づいていって、で、その分横の広がりができてインフレを遅らせることができるんじゃないかっていうことですね。方向性としてはそんな感じがいいかなというふうに思っています。はい。で、あとね、話ちょっと変わるんですけれども、インフレに対する納得感についても触れていきたいと思います。先日パズドラとモンストそれぞれでインフレのペースは激しいと思うかっていうアンケートを取ったところ、歴然の差が出たんですよね。どちらもインフレ自体はしているんですけれども、それでもこれだけの差がつく理由の一つっていうのが、僕はインフレに対する納得感だと考えています。ソシャゲである以上インフレっていうのは避けられないですよね。パズドラモンストに限った話じゃない。だけどその中でモンストのインフレが起きるタイミングっていうのが大きく2パターンあって、で、それまず一つが、重進化等の既存進化ですね。で、僕がこの半年ほど見てきた限りだと、モンストは既存キャラの能力を進化を挟まずに直接情報修正するっていうことはしたことがないです。純進化などの進化形態の追加による強化っていうのがメインなんですね。で、これは、純粋な数字の強化であることが多いので、まあ、言ってしまえば下を上に合わせる調整ですよね。なので、今までの僕がしてきた話の流れで言うと、数字の強化だから、直接的なインフレを招く要因になり得るんですけれども、ただ、姿形が変わる進化によって起きるものなので、その強化に対するユーザーの納得感っていうのはより強いわけですよ。特に人気が高いキャラが強さの新たな基準を作るような瞬間のインフレっていうのはむしろ感動を呼ぶことすらありますよね。まあ、最もわかりやすい例はやっぱりルシファーですかね。まあ、ルシファーの重心が回で、まあ、友情火力が大インフレしたわけですけれども、それはルシファーであることや、あとはモンドリっていう大イベントで行われたもので、その中で壮大な進化演出を実装したことで、その圧倒的な強さに納得感っていうものがあったわけですよね。だからそのインフレに対して誰も不満を抱いたりはしないんですよ。まあルシファーは特に極端な例ですけども、要するに姿形が変わる進化っていうのはインフレに対する納得感の演出に大きく貢献する要素になるので、一つ一つ PV を作ったりしてこだわり続けているわけですね。はい、これがまず一つ。そしてもう一つは新春の超重震災。モンストはこのタイミングで決まってぶっ壊れキャラが出るとされています。まあ、ネオとかヤクモとかマサムネとかそういったキャラですね。で、これはもう時期が決まっている恒例行事なので、こちらも心の準備ができているわけですよ。まあ、ある意味ではこのタイミングでインフレして当然っていうふうにみんな思っているので、そこでどんなやばいインフレが起きようが不満を抱いたりすることはない。もうそういうものだっていうふうにみんな納得しているわけですよ。だから言い換えれば、伝統化に成功していると言えますね。これが二つ目。まあ、この二つ以外にもいろいろあると思いますけれども、逆に言えば、時期が読みづらい強化とか、新キャラの出し方っていうのは、その納得感を無視したインフレのさせ方になってしまうので、それはこちらのプレイングとか印象に強く影響して、まあ、時に不安を煽ることにもつながる場合があるっていうことですね。まあ、万人が喜ぶ方法はなかなかないっていうのは、もちろん僕もわかってます。まあ、こうしていろいろ考えていくと、パズドラもパズドラで何とかしようとしてるのかなって思う部分も意外とね、見つかったりするんですよ。まあ、それでもね、結果としてずるずると後退し続けているのもまた事実なので、まあ、それがより加速する前に少しでもね、インフレに対する納得感の演出にこだわっていくべきかなっていうふうに思いますね。はい、そんな感じですね。よかったら皆さんの感想も教えてください。以上。